障壁の真ん中に立って正面右左、正面右左と頭を振り続けていた。ここでいいんかな。正面右左、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 正面右左。いや、絶対違えか。ここかな、正面右左、正面右左。いや違う、ダメか、待って、正面右左、正面右左、いや違えか違えか、どういうこっちゃ。移動のない靴ってどこで手に入れるんだ、そもそも。ちょ、これ拾うか、小さな頭蓋骨、頭蓋骨手に入れる。あ、てか、ここにもあったわ。ここも開かれたのか。鳥のおかげで。古びた壺がある。え、手に入れる。手を入れる。大丈夫か、これ。ちょっと待って、入れる前に、セーブしたいわ。手を入れる。頭蓋骨が入ってた。またかよ。水は頭蓋骨が封印している。そういうことだ。うわあ、あー、これなんか4つ穴があるから、多分これ置かなきゃいけないんだろうな。これいくつ？あ、3つか。え、武器とかあんのこれ。なんか法則あんのかこれ。レバーがある。引く。何も起こらない。全然わかんねえ。さてと、あるとしたらな、多分ね、もう下はねないと思うんだよな。今更下に戻ることはないと思うんで、うん、あ、おそらくこっちかなと。あー、でもそっか、こっち毒素っていうかダメージ受けちゃうのか。うん、まあいいわ、下にはない。じゃあちょっと上に行きますわ。うん。多分ね、俺まだここら辺探索してないからなんかあると思うんだよな。うん。あ、やばいやばいやばい。あ、ちょっと待って。引き出しの中に。あ、頭蓋骨。あ、やったわ。最後の頭蓋骨。あ、ちょっと待って。あと4秒しかない。あ、3、2。あぶねえ、なんとか。とりあえず4つ目手に入れたけど。待って。ここの2つなんかないのか。ホコリまみれの汚いタンスがある。何も入ってない。ホコリまみれの汚いタンス。ここも何もないか。あ、ちょっと待って。棚の上に空き瓶がある。マジか。こんなとこに。あ、ちょっと待って。あ、やばいやばい。直前で死んだ。まあいいや。まあ、場所はわかる。まあ、場所がわかれば、うん、上出来だわ。うん。ここでセーブなんで、セーブしてあるんで。あとは、どこだっけ？ここか。この頭蓋骨を持ってって、あとこの瓶だっけ？あ、ここか。OK。これ持っていきましょう。はい。いや、多分もう十分だと思うが。うん。頭蓋骨はともかく、瓶は何に使うのか。うん。ちょ、一回セーブするか。はい。まあ、いっか。これで。なんか、トゥルーエンドとね、そう、なんかいろいろエンディングが何種類かあるみたいなんで、こっからは一つの、あれだな。メモリーカードっていうか、一つの部分にずっとセーブしていこうかな。飲みかけのジンジャーティーが置いてある。うん。はい。ああ、この花たちだ。もらったんだよな、薬を。
まあ、多分こいつらはもう用済みだと思うんで、じゃあ頭蓋骨4つ手に入れたし、あのちょっと並び替えのやつやってみるか。うん、OK。ここの部屋って結構ね、あれなんだよね、敵が出てこないっていうか、まだそんなビビる要素がないっていうか、うん、水は頭蓋骨が封印している、古びた壺がある、何も入ってない。頭蓋骨を置く方法なんだけど、なんだっけ、これは意味ないんで引いたところで、あのなんかあったよな、あの法則みたいなの、どこに書かれてたっけ、なんか紙が上だとか下だとか書いてた紙が前回見つけたんだけど、どこで見たっけな。そうか、やばいやばいやばい、ちょっと待って、あ、ここだっけ、ドクロの兵士というものがある、これっぽいな、うん、あったあった、正面右左、正面右左、あー了解、正面右左か、そう、一応セーブしとくか。そうやって言うと、まあ分かったところで置いていくか、頭蓋骨を。正面右左、ね、ちょっと待って、俺から見てってことだよな、うん、多分ここはね、正面右左で続いてるからね、ここはね、正面で間違いないと思われる。うん。正面右、左。正面右左、多分ここ右でいいと。で、正面。ここなんだけど、正面右、多分ここ左かな。うん。待て、多分ここ左でいいと思う、うん、正面に立ちってここでいいのかな、まあいいや、正面右、正面右左、多分左だと。これでまあ一回やってみるか、レバーがある、低い、ダメか。ちょっと待って。じゃあここ正面なのかな？まあいいや。ちょっとここ正面に置いてみよう。これでいいのかな？うん。聞く。あ、来た！近くで水の流れる音がした。あ、よかった。なんとか行けたわ。うん。よし。で、水が、これで手に入るのかな？うん。あ、まあいいや。うわぁ！今なんかいたな。うわぁ。またなんか追いかけっこ。てか、こっからかよ、だる。うん。OK。いや、どうやって逃げようかな。近くで水の流れで音がした。これ、一瞬して逃げ切れる。てか、この部屋入ってくんのかな、あいつ。嫌だな。ああ。あ、来るかな？やばいやばい。ああ来んのかよ、こいつ。あ、やばいやばい。でも逃げ切れそうだから、オッケーオッケー。やばいやばい、見て。あ、よかった。あ、ちょっと動いた。まあね、なかなか面白いゲームですよ。よかった。で、これで一回セーブして、うん。水がどうたらこうたらとか言ってたよな。
ちょっと一回戻ってみるか。何が変わったんだこれで。あいつもういねえよな。あ、ちょっと待って、ここ行けるようになったとか。あ、来た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 、水が。すいません。でさっきここでおたまじゃくし、お父さん死んじゃった。お父さん帰る？ああ、俺の、うん、俺のあれかな、俺が犠牲したあのカエルのことかな。いや、すまねえ。ちょ待って、とりあえず花びら入りの瓶、ここで拾えそうか。ああ、ええー、ちょっと待って、この水欲しいんだけど。あ、できたできた、水を入れる。オッケー。で、空き瓶に水を入れると。待って、瓶が光を放ち始め、また。お。ちょっと一回セーブするか。はい。ちょっと手がね、震えるわ。で、一回ここでセーブと。ちょっと待って、白い花の本を読ませて。雨に当たると不思議なことに花びらが光る。光りましたね。この後どうするんだろう。あ、わかったわかった。おたまじゃくしの話を聞こう。これ光ったから、照らせるんじゃないの？暗い光のところ。めっちゃ真っ暗な部屋あったじゃん。お父さん死んじゃったしか言ってねえよ、これ。うん。オッケー。起きた。いや、でも明るさ全然変わんねえよ。なんだよこの部屋。これまで見れのタンス、とりあえずなんか欲しいわ。机の下を覗く。なんかあんのかな。何も落ちてない。なんだよ。うわ、狭いし暗いし最悪だな。ここポケモンのフラッシュ並みに当ててくれや。光をさ、範囲が狭すぎんよこれ。戻ってくんのマジでめんどくさそう。机の下を覗く。小さな腕時計が落ちる。拾いましょうか。ああ、死んじゃった。取っちゃダメだったのかな。盗んじゃダメなんだよ。なるほどね。てかまあ、じゃあ下の方行ってみるか。いや、ビビッとは。ああ、なんか、銅像が。何これ。なんかポケモンのアンノーンの通ってるみたいじゃん。てか狭。なんかいたわ今。もう本当にラストっていうか。ああ待って、棺桶がめっちゃある。古めかしい棺桶が置いてある。やだよ、開けたくねえよ。これ開けたらどうなるんだろう。一回開けてみるか。嫌だけど。誰も入ってない。あ、よかった。こっちは。重たくて開かない。なんかありそうだな、ここは。あ、動いた、こいつ。なんか動いてるよ、この銅像だけ。こんなとこで追いかけっことかマジでやめてほしいわ。ほこりまみれのタンス。うん。何も入ってない。引き出しの中に何か入ってる。これ持っていくでしょ。てか、ここ一番奥でしょ。待って、ここ一番奥じゃん。な、ちょっと、じゃあ一応取ってみるか。持っていく。あ、待って。これ取っちゃダメなのかな、パイプ。ダメな、あ、待って、あ、びっくりした、動いた。てか、なんでここにいるんで、こいつ。びっくりした、やめてよ。
やめてよ。うわ、やめないやめやめてよ。やばいやばいやめてやめてやめて。とりあえず一回出たい。やばいやばい、俺は振り向かない。やめて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 。ピン落としてしまった。何やってんのお前。ああ、ちょっと真っ暗で何も見えねえ。どうすりゃいいのこれ。でも一本道だよな、ここ。あ、よかった。え？あ、よかった。怖っ。てか、これだけでよかったのかな、手に入れん、手に入れん。お前、やめてよ、お前。パイプ、翡翠で作られた。ケツ、喫煙具。腕時計とか必要なかったのかな。まあいっか。さてと、ちょっと一回セーブしとくか。ああ、これで牢屋のやつのあれに吸わす、吸うとか言ってたよな。これを吸わせるのか。